長野県松本市のカルタ買ったんやよな。誰かとやりたいな。僕としますか。まああんまり喋りたくないですけど、僕とやりますか。カルタですか。カルタ。いや、カルタ初めてですね。ルールとか知ってるんですか。ルールですか。ルールには縛られたくないですね。あ、カルタ一番ルールいるよ。そうなんすか。いや、危険な匂いプンプンする。やっぱみんな悩むのが学校の校則だったりルールだと思うんですよね。はい。それが何であるか、みんな気になると思うんですよ。はいはい。あれは先生も生徒たちにはもっとよりいい青春を送ってほしいんですよ、先生目線で言うとね。はいはいはい。ただ生徒たちのことを思って、この生徒たちができるレベルでいいように青春を楽しめるのが校則になってるんで、本当は生徒たちがもっと自分たちから自立してて真面目な子だったら校則なんてないですよ。周りの学校見てください。頭いい学校って校則緩いじゃないですか、はい、どんな服でも着ていいよ、どんな髪の毛でもいい。逆に厳しい、ちょっとお頭がちょっと悪いところは、偏差値が低いところは校則が厳しいと。だから、はい、そんなもう校則厳しいとかいやーとか言えない。もうリュックサック持って海外出ろって。読みます。べこつなぎ一休みする潮の道。ごめんなさい。なんすか。百人一首の読み方じゃん、それちゃうんすかこれ、うん、あ、カルタなんすね。カルタ。いや、深いな。深ないよ。普通に読むんすかこれって。じゃあ普通に。はい。まああんまり喋りたくないんですけど、あんまりべこつなぎ。ちょっとごめんなさい。一休みってしん方がいいんですよ。休みなんか嫌なって。もう休みたいんやったら引退してから休めて。どれくらいでも休むから今やれって。本田さん、2個あります。あの 答えが2個あるんですか。違います。あの、そう、読む前に、いや、あんまりいいかあーかまず分からんし、ええ、で、自分独特の読み方してるでしょ。どういうことっすか、分かんないんですよ。休みたけたらとか言うてるから、もう普通に読んでもらったら、ね、ええ、交代っすね。交代しましょう。じゃあいきます。年頃に丸めておやき具沢山。年頃かって。エンゴロカンテ。エンゴロカンテ言うてない。カンテあるんすかこのカルタに。もう一回お願いします。年頃。はい。じゃ、え、はいや。はやっ。はやっ。まあこれぐらい誰でもできるんですよね。すごい。本当に大事なのは日本中から叩かれてる時です。ワールドカップ負けて日本中から謝れって言われてる時に、これぐらいスピードで取れるから、それ僕はできます。日本中に叩かれながらカルタ叩くってことですか。何言っとんすか。じゃあ行くっすよ。はい、お願いします。昔から松本の湯の町を賑わってるんですよね。ちょっと待って。あー、ないな、ないな。2、1、あ、ない。おしまい。ゲームセット。じゃ、え、ちょっと、あとちょっと入ってるわ。何が入っとんすか。ホンダ語ないっすよ。無。君から見たら左のボランチっすね。こう、この辺か。ね、まあ、ありました。謝って待っていいですか。さっきないって言ったっすね。あ、待って待って、ですか。本田すんませんでした。何言っとんすか。香川すんませんでしたって。じゃあいきますね。何をすか。いや、カルタですよ。あ、今、なんすか。なんすか。今、お手つきしませんでした。チャンス、さすがにオフサイドはしないですよ。え、お手つき。お手つきって言うんですか、はい、こっちでは。こっちではだよ、カルタでは。いや、見えなかったんで。あ、かぶってたんでね、ポジションが。サッカーやな、全部抜けてへんねん。いいっすよ。年を経て民芸家具の愛しさよ。さあ、ゴー。よし。すごい。は、うまいっすね。視野なんすよね、結局。あ、視野か。あの、なんか神経衰弱と似てるとこがあって、やっぱどこにどういう選手、どういう札がいるか、まあ、僕も試合では
カルタやと思ってるんですよね、試合中は。味方のことをどこにどういう選手がいてどういう足速い選手が右サイドにおるとか、もう常にこう考えながら、今このプレーしてる時あいつやったらここ動いてるやろとか、あいつならダイレーで旗にこういくやろって考え、この札読みます、この札読みます、読めるか俺、読めるか俺、いけるか、いけるか俺、この札いけるか、ちょっとややこしいんで、いけるか、すいません、ややこしいんで、いきます。背習いに色とりどりの手も、はいはい、正解っす。しゃあやるやん。雷鳥の一刀彫りや樺細工、5、4、3。今控えめタッチやったっすね。いや、もともとラーこっちあったら分かったんですけど、どこか探しとったんですよ。あ、場所は分かってたんすか。もう覚えるんすよね、これ。僕のコツで言うと、なんかどこに何があるかって考えた時に、例えばなんですけど、聞きたいですか。あ、ぜひ。ここにまあ、もともと今ラーがあったんですよ、はいはい、ラー選手がいたんですけど、で、ここにイーあって、ラーあって、うん、だからイラン。いや、国があるぞと。他にも探してたんですけど、なんかたまたまイランが見つかってたんで、はい、今回は、このルーをね、ゲットしました。ラーです。あ、ごめんなさい、はい、緑神竜です。緑神竜ゲットしました。ラーです、それ。カルタやる前に夢教えてもらっていいですか。なんでなんすか。夢教えてもらっていいですか。いや、夢はすっごいカルタの位置、小さきない、大きく育て、はい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 。小さき苗、大きく育て、サラダ街道。はい。正解っす。正解。めちゃくちゃ早かった今ね。なんで取れたか明日まで考えててください。いや、もう答え出てます。めちゃくちゃ難しいの来ましたよ。いきます。難しいことに時にはチャレンジしないとダメなんですね。ちょっとチャレンジしてもらいます、本田選手。おっとっと、酒の魚に桜肉。さあ、え、パーンとかなかった。パーン遅っ。なんか取った感じしなかったけど早かったんですね。これでしょ。いや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 、さすがにないです、さすがにないです、さすがにないですよ。何がすか。さすがにそれは無理です。何がすか。さすがにそれだけは無理です。やられましたね。何なんすかそれ。やられましたね。さすがに。え、これじゃないですか。違いましたね、王が。どういうことですか。これ、こっちの難しい方の王でしたと思うじゃないですか。うん。ん？あ、え、足で取ってた。すっげえ。なんで僕が取ってたか明日まで考えてください。そしたら何かが見えてくるはず。僕を舐めない方がいいですよ。いくっすよ。しゃあ。化石館、太古の海の謎を明かすんですね。はい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 、正解っす。よし。芸術館、おしゃれしていくコンサート。はい、どうですか。これっすね。ミーです、ミーです。ごめんなさいごめんなさい、僕世界基準なんで。ミュージアム、いわゆる芸術館。あ、いや、あの、そういう考えやったんですけどね、頭転換したんですけど、ね、めっちゃうまいやん。じゃあ、でも、こちら芸術館やったんで、はい、それも没収です。なんでなんすか。このさん0点です、すいません。ミュージアムっすよ、さすがに。山賊焼き、食べて明日への力つけ。3、2、1、はい、本田さん。いや、そこにあるっすね。取らなあかんねん。え、取らなあかんねん。なんでなんすか。いや、カルタやから。いや、僕、幼稚園の時から、いや、お前もあっこらジャングルジムキープしたけど、お前さっこら砂場キープしたけど、もう俺が言ってるやってたら、どんどん良くなるから、それで組織が機能していくのが好きなんですよ。なんで、それで組織が機能していくのが好きなんですよ。僕はいつかやっぱ指導者になりたいんですよね。いや、差を取れと。さあ取れと指示出したんです。俺が取らなあかんかったんすか。これいきます。蜜多くが香り豊かな信州リンゴ。本田さん、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 何してはるんすか。ええ、ダメなんすか。ルール、
ルール